ハートレイは日本の競争馬である。2015年のホープフルステークス勝ち馬。由来は探査機ディープインパクトが観測した太陽系の水生命。父はリーディングサイヤーのディープインパクト。母はアメリカの G1 アルシバヤディーズステークス優勝馬、ウィキットリーパーフェクトという良血馬でサンデーレーシングから1億円という高額で募集された。 十一月十四日の二歳新馬でデビュー。やや、ずぶさを見せたが、直線でインコースから差し切って優勝した。起乗したライアンムーアは、必ず重賞を勝てる器と高評価した。続くホープフルステークスでは、同中八番手から鋭く伸びて、優勝、重賞初制覇を挙げた。クラシックを目標に共同通信杯から始動、単勝一1九倍の一番人気となったが、 横山のりひろが促しても反応がなく第4、コーナーですでに手応えを失っており、急着に敗れた。その後は、放牧を挟んで、札月省へ直行する予定だったが、左前派行により回避。その後左前客急接部の骨折が判明、全治6ヶ月と発表され休養に入った。7月の福島テレビオープンで、復帰予定だったが、微出血により出走を取り消した。 その後、虚勢され、12月のディセンバーステークスで1年、10ヶ月ぶりに復帰。帰場したヒューボーマンから、久々すぎて、レースを忘れているのかと言われるほど、ぎこちない走りを見せ、5着に敗れた。2018年は5月5日のメトロポリタンステークスで始動し、ベストアプローチの3着と、構想する。しかし、その後は、 残敗が続き2019年11月20日付で JRA 競争場登録を抹消し現役を引退した。引退後は福島県天栄村の農山ファーム天栄にて乗馬となる。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。abcdefghijnetkeiba.com ハート例2016年2月29日閲覧。 JRA データファイル競争場検索。ハートレイ2016年2月29日閲覧。里のダイヤモンド。ハートレイ。原産祭世代。ディープサンク躍進の秘密。東京スポーツ。2018年3月23日閲覧。AB 東京新馬戦。一番人気ハートレイ V。必ず重傷を勝てる器。スポーツ日本。2018年3月23日閲覧。 ホープフルエス、s, ハートレイムキズに連勝。傍慢、すごい馬だ。スポーツニッポン。2018年3月23日閲覧。共同通信杯、一番人気ハートレイ9着、横山のり、なんでだろう。スポーツニッポン。2018年3月23日閲覧。ハートレイ放牧へ、手ずかし、しっかり立て直して、サツキショーに直行。スポーツニッポン。 2018年3月23日閲覧。ハートレーが左前派行のため、殺気賞を回避。netkeiba.com。2018年3月23日閲覧。ハートレーが左前脚急接部を骨折前治6ヶ月。netkeiba.com。2018年3月23日閲覧。ホープフルエス優勝はハートレー再び休養へ。 追い切り後、微出血発症。スポーツ日本。2018年3月23日閲覧。ディセンバー S。22ヶ月ぶり復帰のハートレーいきなり。構想も。東京スポーツ。2018年3月23日閲覧。ディセンバー S。マイネルハニーが2番手から押し切る。ラジオ日経。2018年3月23日閲覧。ハートレー号が。 競争馬登録抹消。日本中央競馬会。2019年11月20日閲覧。ありがとうございます。